皆さんこんにちは。今回は日本の音楽界において特別な位置を占める2人のアーティスト、前川清さんと藤圭子さんの人生を深掘りしていきます。この2人が夫婦であったことをご存知の方は多いと思いますが、突然の結婚とその後のスピード離婚に焦点を当て、何が2人の間に起こったのか、そして和田アキ子さんが明かした禁断の愛の真相に迫ります。前川清さんと藤圭子さん、この2人の歌手は日本の歌謡界において、その歌声とパーソナリティで確固たる地位を築いています。前川さんはその温和な人柄とは裏腹に、力強い歌声で人々の心をつかみ、一方の藤圭子さんはそのハスキーな声と情感豊かな表現で聴く者を魅了し続けました。彼らの音楽は多くの人々に影響を与え、日本の音楽シーンを形作る重要な要素となっています。しかし彼らの私生活はそれほど平穏ではありませんでした。特に藤圭子さんは個人的な苦悩と公私のバランスを取ることの難しさに直面していました。この動画ではそんな2人がどのようにして出会い、どのような経緯で結婚に至ったのか、またその結婚生活がなぜ短命に終わったか、詳しくご紹介していきます。ここでは日本のポップカルチャーと音楽史において消しがたい痕跡を残している一人、前川清さんにスポットを当ててみたいと思います。前川清さんは1949年に長崎県で生まれ、音楽に対する情熱を胸に1969年に「長崎は今日も雨だった」でデビューしました。この曲は多くの人々に愛され、彼の音楽キャリアのスタートを飾るにふさわしいヒット作となりました。彼の音楽スタイルはその抑えられた感情表現と深みのあるボーカルに特徴があります。特に70年代にはバンドクールファイブのリードボーカルとしても活躍し、日本中のファンを魅了しました。彼の声は日本のフォークやポップミュージックのシーンにおいて新たな感情の表現をもたらしたと評されています。前川さんの音楽キャリアは数多くのヒット曲を生み出し続け、そのジャンルの多様性には目を見張るものがあります。バラードからアップテンポな曲まで、彼の音楽は幅広い世代に受け入れられ、多くの音楽ファンに支持されてきました。また彼のパーソナリティはその音楽と同様に人々を引きつける要素です。公の場では常に謙虚で、ファン一人一人に対して温かい言葉をかけることで知られています。またテレビやラジオの出演も多く、その親しみやすいキャラクターで多くの番組に彩りを加えています。バラエティに富んだキャリアを通じて、前川清さんは日本の音楽シーンにおいて独自の地位を築き上げてきました。しかし彼の人生は常に音楽だけに捧げられたわけではありません。個人生活、特に藤圭子さんとの短いが濃密な結婚生活は彼のキャリアにおいても大きな転機となりました。藤圭子さんは1947年生まれ、東京都出身の歌手で、1969年に新宿の女でデビューしました。このデビュー作はすぐに大ヒットし、彼女のキャリアのスタートを飾るにふさわしい作品となりました。彼女のハスキーで情感豊かな声質は多くのリスナーを魅了し、瞬く間に彼女の名前は日本中に知れ渡りました。藤圭子さんの音楽スタイルは彼女の力強い歌声と感動的な歌詞が特徴です。彼女は特に演歌や歌謡曲を得意とし、そのジャンルで数多くのヒット曲を生み出しました。彼女の歌は恋愛や人生の喜び、悲しみを繊細に描き出し、多くの人々に共感を呼び、心の支えとなりました。藤圭子さんはまたそのファッションセンスでも注目される存在でした。彼女のステージ衣装は常に洗練されており、その独特のスタイルは多くの女性に影響を与えました。彼女のパフォーマンスは見る人を圧倒するカリスマと存在感で、コンサートやテレビ番組でのライブパフォーマンスはいつも話題となりました。しかし藤圭子さんの人生は決して平穏無事なものではありませんでした。彼女は個人的な問題や家庭の事情により、時に公私にわたる困難に直面しました。
これには彼女の結婚生活も含まれます。特に前川清さんとの結婚はメディアの注目を集めるとともに彼女の人生において重要な転機となりました。二人の結婚生活は非常に短い期間で終わりを告げましたが、その間には数えきれないほどの感情が交錯しました。藤圭子さんと前川清さんの関係は彼女のキャリアにおいても大きな影響を与え、その後の人生においても重要な役割を果たしていきます。前川清さんと藤圭子さんの結婚は日本のエンターテインメント業界の中でも特に注目された話題の一つでした。二人がどのようにして出会い結婚に至ったのか、そしてその結婚がなぜ短期間で終わってしまったのかを探っていきましょう。前川清さんと藤圭子さんは1969年に芸能人野球大会に出場した内山田洋とクールファイブの応援にまだ新人歌手だった藤圭子さんが駆けつけたことで知り合いました。当時前川さんはクールファイブのリードボーカルとして、藤圭子さんはソロ歌手としてそれぞれのキャリアを築いていましたが、当時はまだ顔見知り程度で言葉を交わすことはなかったそうです。しかし前川さんの方が藤圭子さんに好意を抱き、出会いから間もない1970年1月、前川さんは橋幸夫賞で前座を務めた藤圭子さんに花輪を贈るなど、積極的にアプローチを行います。しかし、この花輪を贈るという行為に疑念を抱いた藤圭子さんの師匠、石橋正夫さんは前川さんに、未成年の女の子に花輪を届ける本心を聞かせてくれ、と問い詰めたところ、前川さんは、以前、僕が前座を担当した際に、花輪がなくて寂しい思いをしたことがありました。きっと富士山も同じだろうと思って。と返答すると、その気持ちに感動した石橋さんは、前川さんを藤圭子さんが居候する自宅に招待したのです。すると、二人は急速に親密な関係を築き上げていきました。そして二人は愛を深め、1971年には結婚に至ります。結婚式は家族や親しい友人を招いた小規模なものでしたが、この結婚は大きな話題となり、多くのメディアが報じました。しかしその幸せは長くは続きませんでした。結婚生活は彼らの多忙なスケジュールと仕事のプレッシャーにより、次第に亀裂が生じ始めます。結婚後、二人はそれぞれのキャリアが頂点に達する中で、共に過ごす時間がほとんど取れなくなりました。特に藤圭子さんは国内外を飛び回るスケジュールが多く、夫婦としての生活を営むことが困難になっていきます。このため、彼らの間には次第に疎遠感が生じ、これが原因で衝突が頻発するようになりました。そして1972年、二人の結婚生活はわずか1年で終わりを告げることになります。離婚の原因は公にはあまり語られていませんが、後年になって前川さんがメディアのインタビューで語ることにより、少しずつその背景が明らかになりました。前川さんによると、二人の離婚は互いの生活リズムの違いと、圧倒的な仕事の忙しさが主な理由であったと述べています。和田アキ子さんと前川清さんの禁断の愛は、48年前の淡い恋の思い出として、彼らがバラエティ番組ダウンタウンNOWに出演した際、公に語ったものです。和田アキ子さんは、自身のデビュー曲がヒットした頃、18、19歳の若さで前川清さんに深い恋心を抱いていたと告白しました。一方、前川清さんもまた、和田さんに対して強い感情を持っていたことを認めています。二人はお忍びでのデートをしたこともあり、湘南の海へドライブに行ったエピソードが語られました。しかしデート中に車のドアロックがかかり、JAF を呼ぶことになるというハプニングがあったそうです。そのせいで、二人は帰り道で大喧嘩になり、もうお前を誘わない。こっちだってもう電話しない、と言い合ったそうです。和田さんは、それから結婚したのが藤圭子だったのよ、と振り返りました。和田さんが藤さんとの離婚理由について、なぜうまくいかなかったの?と前川さんに尋ねると、前川さんは、藤さんは結婚当初から演歌に興味がなく、海外志向だった。
価値観が違っていたと説明しました。さらに和田さんは前川さんの家で藤恵子さんと偶然遭遇したエピソードを話し、富士山が隠れていたとも語っています。また松本人志さんが2人が結婚することはあったの?と質問すると、和田さんはその話があればなと返答しました。前川さんは沈黙しましたが、やはり好きですよ、一緒に番組に出ると照れくさいです、彼女は私にとって芸能界で初めての女性だから、と和田さんへの特別な感情を表現しました。いかがでしたでしょうか。今回は前川清さんと藤恵子さんという2人の才能あるアーティストの結婚に迫りました。和田アキ子さんが明かした禁断愛のエピソードも、2人にそんな過去があったとは驚きでしたね。前川さんと藤恵子さんの結婚生活がいかに難しいもので複雑であったか感じ取ってもらえたら嬉しいです。彼らの音楽は数えきれないほど多くの人々に愛されていますが、その背後には彼らのプライベートにおける多くの苦悩があったようです。前川さんや藤恵子さんのようなアーティストたちの物語から、私たち自身の生活に何かしらのインスピレーションを得られたら最高ですよね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。